はい、こんにちは、こんばんは、葵です。新設最遊記プレイしていきます。はい、こちら某有名なお猿さんが主人公の最遊記ですねを題材としたバカゲーとなっております。皆さんはね、あの有名なお猿さんの名前を言うと何を思い浮かべます？まあ、僕とかはやっぱり最遊記なんですが、若い方とかはどうも違うらしいんですよ。どうしてもあの DB ドラゴンボールの方になっちゃうんですよね。まあそれは仕方がないのかな。であとね、西遊記ってね、まあ中国の三大奇象ですかね。で日本でねドラマにもなっておりまして、テレビドラマね。で最初に出たのがやっぱり堺正章さんが有名ですよね。ちょっと完全に余談になっちゃいますけどね、ちょっと話広げていきます。でその後、かなり間が空いて、誰だったかな、あ、そうだ、元木正宏さん。元アイドルのね。が、猿演じたんですよ。で、その後、なんか、スペシャルドラマかなんかかな、で、唐沢俊明さんも確か演じたはず。で、割と最近でもないか。香取慎吾さんも演じたんだよね。で、あと、まあ、メディアミックスとして、違うか。あ、そうだ、手塚治虫さんが、漫画もアニメもね、僕の孫悟空、ありました。で、あと、ちょっと変わったとこでは、そうですね、ドリフの、人形劇のね、人形で猿を演じたのが、志村けんさん、なんですよ。ちょっとレアだね。ということで、まあ、豆知識なんですけど、まあ、今日、猿の日なんでね、ちょっと猿で広げてみました。それでは早速、いきます。ニンニキニキニキニンニキニキってやつ。誰も知らねえ。どこの国とも、どこの山とも知れないところ。あー、確か、あの某有名な猿が生まれたところってどこだっけ？なんだっけな、カカ山。そう、カカロットの元になったカカ山。なんだよね。当然その山頂は人里とは無縁の場所。しかし男子中学生が隠れてエロゲをするには絶好の場所である。なんでエロゲになった？この制作者さんはね、前ねゲームさせてもらったんですけど、あの時はすごい真面目な作品だったんだけど、こっちたまにねこういうのぶっこんでくるんだよね。下世話の話をね。そして放たれた種で山はらんだ。何これ、やっぱバカゲーだな。激震し苦しみながら山は大きな岩を生んだ。地方巡業中の力士が通りかかり、その岩に鉄砲をしていた。どすこい。神より授かりし相撲の力。まあ確かに相撲は神事だからね、神に奉納するし。年寄りの筋肉痛のように数日後に効果が現れ、岩は弾けて飛び散った。あ、出た、某有名なお猿さん。中から生まれたのは一匹の猿であった。言わざるだよね。鳥獣は家族、その猿も大きな猿の群れに入って暮らしていた。ある日、滝の前で水浴びをしていた時、猿たちはあることに興味を持った。滝の向こうには何があるんだろう、覗いてきたやつは俺たちの王様にしようぜ。それを聞いていた岩の猿、俺が行ってくる。パッと潜っていくと何か明るい。水中から顔を出すと、そこは岩でもなければ土でもない。大きな廃ビルだった。ちょっとこの世界観わかんない。看板には、まあこれ、まあ、伏せ字にしてあるけど、ウォッチマンだな。ウォッチマン、あ、これ、カカザンだ。カカザン水蓮洞店ね。なんか懐かしいな。の文字が。なんでウォッチマンなの？彼は懐かしさのあまり、歌を口ずさんだ。あー、知ってるこれ。信じるものは得をする、信じられないこの値段。うわー、これ以上記述することには様々な問題があると思う。うん、もうちょっと進みたかったけど、うん、まあね、制作者様がせっかく止めてくれたんでやめとこう。懐かしいな。とにかく猿たちは廃ビルに住処を移し、岩の猿は王様となった。うん、あのウォッチマンって確かね、僕の地元の、名古屋が発信なんですよ。で、全国に展開して、なんか、そのうち、
全部崩壊したよね。残ってないよね。毎日の宴に喜ぶ中、王様だけが泣き始めた。どうした？どうされたんですか？聞けばこの通り。死ぬのが怖い。実はこの岩の猿だけは本当に不死身なのだが、自分でそれを知るはずもない。あ、確かね、なんか天女様の庭に張り込んで、その、桃の実食ったんだよね。で、不死身なんだよ。仙人になると死なないらしいよ。その言葉に王様は喜んだ。その仙人に会いたい。どうすれば？流れ着くといいらしいです。そうして王様猿は旅に出て、流されて大阪の、これは西成だね、西成区にたどり着いた。なんかめっちゃ怖いとこだよね。大阪のなんか有名な、ね。何で有名かは知らん。そうそうそう、現金いらんか。なんか怪しい人がいっぱいね。そういうおっさんに連れられていくと、日雇いの現場。王様なのに。あたかも仙人に見えなくもない、家のない人々がいっぱい、ああ、まあ、まあ、仙人と揶揄された人が結構いっぱいいますよね。力いっぱい働いて、銭一個もらった王様猿。現地解散する中で怪しい男が錠剤を打っていた。ダメだ。今時珍しい、ベゲタミンだよ。いらねえか？飼って飲み込み数分後、食っちゃった？抗精神薬が効いてきた。聞いてきた。なあ、俺って下脱したよな。それ下脱じゃない、偽物だから。何度もその言葉を繰り返し、意識が飛んで飛んじゃった。どう帰ってきたのか、正気に戻ると加賀山水蓮堂にいた。あ、ウォッチマンね。視点。王様、遊具には良い武器がうなるほどあると言います。向かっては、もうこのこの三本みたいな猿が良くねえんじゃないの。行くんだ。そう言われ、竜宮に行くと、なんとも立派な店構え。いい武器をくれ。まあ、匂い棒かな。数ある中で目をつけたら、先行っちゃった。匂い棒であった。そして、脅して奪ってしまった後である。強えんだ。しかし、看板代わりの商品は渡したくない。竜王は賭けんでた。お、竜王様？こちらの高枝切りバサミは今なら電動ごと鼻毛カッターをつけて税込み8500円安っ。しかも今お持ちの匂い棒8500円で下取りします。うん、高枝切りバサミ電動ごいらねえよな。匂い棒が欲しいですよ。王様なら喜んだ。喜ぶな。もう一つ売ってくれ。はい。なんか悟空のあれみたいだね。悟空いっちゃったよ。なんかめっちゃ飯食って、これもう一個ちょうだいみたいな。俺、名前がないんだよ。竜王、瞳悟空という名前が浮かんだが、悟空つながりな。ちょっとだけごまかした。宇宙につながる、空を悟る、悟空というのはいかがでしょう。あ、竜王様が名付けちゃった。気に入った。そこで王様改め、悟空はようやく悟空って堂々と言えるわ。高枝切りバサミを引っ提げて帰ってきた。よしよし。え、で、え、尿意棒は？尿意棒は？いらないよ。高枝切りバサミなんか酒盛りしてる最中、ひっくり返って意識が飛んだ悟空。酔っ払え。気がつけば、エンマの風。エンマは困った顔をする。なんで俺がここに来る？なんでお前がここに来た？いろいろ調べてみると、寿命の帳面には獣おるか魂の中にも見えない。最後残った珍味の中に悟空の名があった。死因、オスの猿のくせに、セクシー、セクシーなんだ。俺を描いたやつを出せ。暴れまくる悟空に怖くてエンマも己の犯行を白状できない。やっぱ、エンマでも太刀打ちできないのか。うん。そうか。ラディッツは抑えたのにな。強制的に現世へ戻してやった。帰ってきちゃった。悟空は冥府の土産話をしながら宴をした。さて、展開にもヤバい猿認定を受けた悟空。箔がついた。恩恵派もいて、ちゃんと仕事をさせるべきと職業安定所の役人が来た。天から職をもらえるとは、これで国家公務員になれるな。そんなもんに憧れてんの？そんなもんって言っちゃあれだけど。
しかし任されたのは寂れた中古ゲームショップのアルバイト。いいじゃん。うん、そんそん売りさばけよ。めったに客が来ないから。買取鑑定はタブレットで写真を転送すれば本部がやってくれるから、というもんか。こういうのを左打ちは地方によっては握り金玉って言うんだよね。まあ頑張ってね。ショップにいること1時間。精進喚起して悪をなす。悟空は商品のカトリッジを次から次へと吸い出した。吸い出しやってるよ、悟空。まあ要するにさっきの精進喚起してたあのことわざは、ね。まあしょうもないやつはね、暇するとあかんことをやり出すってことなんだよね。まさにこれ。お宝ばっかりだ。俺の香港がうなるぜ。香港ってなんだっけ、吸い出し機の子じゃない。実はこの仕事は試験となっていて、真面目だったらモノバニンという高い役職が用意されていたのだが、あー、悟空はアウトだったため下界に叩き返された。悟空アウト。畜生、こっちも吸い出したロム売りさばいてしょうがないじゃん。開き直った。もう悟空のキャラ決まったな。あ、でも悟空の初期の頃のね、うん、怖くとっぷりがすごいこの辺でよく表現されてますね。さすがにこれは天も怒った。うん、元明家も怒った。天の軍勢と悟空が集めた妖魔たち。悟空の使う高枝蹴りばさみは使うんか。バッタバッタと軍勢をなぎ倒す。結構使えるんだ。まあでも良いものが使えると思うけどな。戦いに戦ったが勝敗がつかない。ブッダがついにお出ましになった。とうとう。お前はお大妄想郷ではないのかい。宇宙の果てまで生きるほども能力があるのかい。怒ってるよ。言われて悟空は激高した。あ、いけるとも。神通力を発揮して可能な限り遠くへ行くと高くそびえる5本の柱。ああ、これは有名なエピソードですね。これが宇宙の果ての印だ。正面までかけて戻ってくる。バチ当たり目。度胸を込めたブッダの声。猿め、私の指に小便しよって。ブッダの手から悟空の小便の匂いが臭。そのまま手で押さえつけ、それを岩山とし封印まで施した。悟空は身じろぎもできない。天武の神々にブッダは命じた。鉛の玉を食らわせ、銅の汁を飲ませ、命をつないでやりなさい。考えられないほどの月日が過ぎた。お、来たか。大都より天竺へ修行の旅に出た玄奘三蔵。来た。三蔵法師って言えばね、僕のイメージはね、やっぱり夏目雅子さんなんだよね。うん、凛としていらっしゃいますよね。で、この後演じたのがやっぱり宮沢りえさんだったりね、あと誰だっけ、あの牧瀬里穂さんとかね、深津絵里さんとかね、もしくは怒り屋長介。もういずれも、もう凛とした感じでね。もう凛としてないのはね、もう藤田紀子くらいだよ。いらんこと言ったな、今。なんか言いました、私。できる限り、公共交通機関を利用してから歩くこと3日。お助けください。突然、岩山から響く声にビビりながらも近づくと猿の顔、ビビっちゃった。お坊様、私はお弟子になりますから、こっから助けてください。しかし、どうやって?山頂にブッダの封印があるはずでさ。これを解けと。登って現状を驚いた。手塚治虫の生原稿が貼り付けられている。どうした急に。しかも鳩の糞で貼り付けてある。これこそ罰当たりだよ。おそらくこれを剥がせば封印は解ける。というか原稿欲しいな。しかし現状は極端な潔癖症。確かにぽいね。心が揺らいだ。揺らぐな。手塚治虫の原稿だぞ。うん、手塚治虫の生原稿なんてすごい価値だ。でも、クソが汚い。なんだよ、そんなこと。触りたくない。でも、漫画の神様のお宝、うん。封印なんかどうでもいいけど、原稿欲しい。うん。ブッダの原稿ならまだしも、バルボラの原稿はそうの身としたお前よ。詳しいな。確かに、ブッダは、ブッダの原稿は欲しい。生原稿欲しいよ。
バルボラってあれだよね。なんか、主人公があの、性欲の虜ですからね。それはちょっと、層の身としたね。迷うわ、それは。いや、でもどっちも欲しい。いや、剥がそう。うん。現状、剥がしてみてびっくり。これは、複製原稿じゃないか。何これこの展開。わーっと絶望に叫ぶ現状を見て抜け出せた悟空は全てを察した。まあそのように叫ばずとも。うるさい。お前の頭に輪っかをはめてやる。金刊ね。それは観世音菩薩から賜った輪で呪文を唱えると相手を締め上げられるものだった。金庫鏡な。うん。まあドラゴンボールだとあの PP キャンディー。頭に輪をはめられた悟空は全く同じ輪を現状にはめ返した。え何それどうやって何悟空は高らかに笑った。ここがコピー大国だってこと忘れたんですか。そうかあれ振りだったんか。あの吸い出しは振りだったんだ。慌てて呪文を唱えると両者とも締め上げられて悲鳴を上げた。うさすがファーウェイ。いや不正事うん性能 5G という凄さ。散々に苦しみ合った後、いい加減にどちらも疲れ果てた。不毛な戦い。あ、そうか。さっきのはネタだったんだ。あの、手塚治虫の原稿とかね。うん。よく考えたら中国ってあの、無許可で漫画ね、平気で翻訳してね、堂々と売ってますもんね。うん。お師匠、どっかで飲みましょう。しかし現状は徒歩。あ、そうか。馬乗ってないの？なかなか街中へは行けない。あ、馬だ。そこで悟空が乗り物を探すと、滝壺でハリボテの馬をかぶった竜がいた。ハリボテなんだ。竜か、玉竜だっけ？大方？悟空が尋ねると、竜は答える。いやー、モテたかったんです。これね。だって、馬の特徴を持ってたら、あとは顔がイケメンになるだけでしょ？悟空はあえて別の話を切り出した。スルーした。馬として、天竺に行くつもりはないかい？ええ、別に暇ですからいいですよ。あ、スカウトした。その馬を連れてくると現状は機嫌な顔をした。そのはっきりとした異物はなんだね。まあ、ハリボテだもんな。馬でさ。嘘をつくな。懲らしめてやる。言うが早いか呪文を唱え、二人でのたうちまった。またあれやったの。不毛すぎる。しぶしぶ馬に乗る現状。痛み焼きか。なんか母親がイワナを3匹食べてしまう話をなぜだか思い出す。何それ。あー、なんかあったね、そういう話。なんだっけ、あのタツノコ太郎だっけ。その馬オスですね。あ、そうか、タツノコ太郎ってね、あのお母さんがね3匹イワナ食ってあの竜になっちゃう話なんだよね。っていうか、あの作者様、あのね、面白いんだけど、あのネタ拾いきれません。うん、まあ、かろうじてというかね、僕もねもう全然拾いきれてませんよ。うん、乗り心地がいいのか悪いのか、すぐに夜の街に着いた。最初に目についたスナックイベリコに入るとママがおしぼりを出してくれた。イベリコってイベリコ豚。ちょっかい来るか。悟空はスピリタスを、また強え酒を。現状はウーロン茶をちびちび飲んでいたが、ついつい気になってママに尋ねた。なんで頭が豚なんすか。あ、来た。ママは怪術した。ブト旦那の目かけが作ったね。そいつを豚の頭をかぶって脅かして締めたら外れなくなって。現状は神妙な顔で言った。邪心を捨て御仏に祈りなさい。するとママの頭から豚の頭が落ちた。仮面だったの。あ、豚の下からイノシシが。そのママの素顔はやっぱり豚？いや、イノシシでしょ。失礼ですが、親御さんのお顔は特別な形でしたか？さあ、母子家庭で母の顔は見たことありません。お師匠、気分転換にモロキュー行きましょうよ。モロキュー。これ、うん、サゴジョウも来るな。
キュウリを刻むママ。すると奥からまだあどけないカッパの少年が現れた。来た。ごっついな、キューベイ。まあまあ、キュウリだね。こら、キューベイ、お店に出てきちゃダメでしょ、親子になってる。はははは、我々は気にしてませんよ。ありがとうございます。新技ですので、飲み物サービスいたしますわ。出されたウーロンハイを茶と思い込み、飲んだ現状はベロンベロに酔っ払い、ウーロンハイ酔うから、全員が前後不覚で朝を迎えた。なんて自堕落な集団だ。痛む頭で現状が目覚めると、枕元にキューベイが正座しており、悟空もママも付き添っていた。っていうか、キューベイ息子なのに、すでにハゲ親父じゃねえか。やっぱカッパハゲだ。ちなみにね、サボ城って言うとね、やっぱり岸辺四郎さんが印象深いんだよね。あと、島田久作はもう、顔の系統がね、もう、ドンピシャだったね。お坊様、キューベイはまっすぐに現状を見ていった。あのように愛してくださったからには、僕はもう、お坊様のお嫁さんです。え何このハゲ言ってんだ。その言葉で全てを悟った現状。え、何悟ったの？えママとキューベイを加えて旅は続く。え、何悟ったの？現状いかがさんだな。やがて、強大な双子の妖魔、金閣銀閣が住むところへ来た。あ、有名な、うん、敵キャラですよ。ここも一つの関門。当の坊主の肉を食えば長生きできるというのは妖魔の常識。強敵を吸い込む宝の瓢箪を持っている強敵だ。ああ、ありましたね。そんなスペシャルアイテムが。しかしここでママが挑戦した。ママ出た。あなたたちどちらが優秀なの？金閣は答えた。それは俺だ。金の方が価値が高い。うん、まあそうかな。いいえ、銀の方が優秀です。睨む金閣の前で銀閣は続ける。電気抵抗の低さでは銀関係ある？毒の検出にも優れ、錆びない光学ディスクも銀製です。なるほど。てめえ同士打ち、殴り合いになる二人。お待ちなさい、ここはママに甘えてみないすごい。え食いついたな今。大人ぶっててもママが恋しいんでしょ？う迷ってるわ。さあママで甘えてごらん。ま、甘えそうだ。ママー。待って。ママは微笑む。喧嘩をする悪い子たちは、まずお尻ペンペンよ。お尻出して。出すのかな。スナックのママに逆らえる男はこの世にどれだけいるのか。いや、いないだろう。金閣銀閣は瓢箪を放り出し、向けたお尻をペロンとめくった。あ、悟空。そこへ悟空がひょうたんとコピーしたひょうたんを持って、両者の菊に、ちょっと、くびりまでぶち込んだ。相当言ったな。うわぁ、生々しいわ、生々しいわ。激痛と圧迫感ですぐさまひょうたんを抜こうとしたが、くびりにはまって抜けない。ひどい、ひどい、ひどい。お師匠様、ここの妖魔は無力化しました。確かに。でかした悟空。でも、このままだと、クソの出口がないのでは？確かにね。その場合は口から出ます。土粉症というのです。いや、それ笑い事じゃないんだよ。笑い事じゃないんだよ。うん、ペットの病気だからね。あの、主に。うん、腸閉塞だから。うん、深刻ですよ。え、金閣、銀閣、土粉症、一行が山を越える寸前、のぶといメスの叫びが響き渡った。ああ、これもうスルーだ。もうスルー。聞かなかったことでしょう。さあ、目の前の難関を過ぎたら天竺だ。展開早いね。火炎山と呼ばれるこの山は、尻尾焼きの釜が幾多も並ぶ場所。突っ込みどころ多すぎてもう、うん、困っちゃうね。いや、まず火炎山はね、だからドラゴンボールでいうとこのフライパン山だよね。あの牛魔王が住んでる場所で、なんか実在なんだよね、あそこって。尻尾焼きだって実在だよ僕の住んでるところの隣町が尻尾町だからねそこのもう世界の尻尾焼きだからね、僕習ってましたよ作品も持ってる持ってる。
しかし聞けば羅刹女というババアが気まぐれに芭蕉扇という宝で仰ぐと強風が吹くのが迷惑だと羅刹女って確かだからさっき言った牛魔王の奥さんだよね。出た？悟空早速ババアを見つけ宝を奪ってやったって癖はある。お、来た。ところがその夫の牛魔王はかつて悟空が天と戦った時の仲間。怒りに燃える牛魔王に逆に悟空は怒鳴った。逆ギレ。俺たちはかつて橋本杏奈ちゃんの誰ファンクラブ会員だったのにどうしてあの時に離脱した。クックック、お前俺の女房の顔を見ても気がつかなかったのか。何？俺は結婚したのさ、橋本杏奈ちゃんとな。誰な、ではあのババアが橋本杏奈ちゃんの慣れの果てなのか。言い方悪いよお前よりも俺の方が橋本杏奈ちゃんを幸せにしてるぞ。まあ奥さんだからな。どうだかな、おめえの息子は BSE48 の何握手会の常連だったそうじゃないか。俺の前で BSE の話をするな、牛だぞそれ競技病だね BSE はおまけに今盗撮の常習犯で塀の向こうでお勤めだ。 BSE はすげえなもう許さん。ユマオは正体の巨大な牛になって向かってきた。周囲は天部の神々、かつて橋本杏奈ちゃんのファンクラブ会員だった神々であるそんなに人気だったんだと、その中にアンズーという巨大な鳥が石板を持ってるのを悟空は見つけた。アンズー、なんか聞いたような気がするね。メガテンとかにいなかった？閉めたぞ。高枝切りバサミで、まあ、使うんだアンズを仕留めるとその石板を牛魔王の額に叩きつけた。砕けた石板は額に染み込んでいき、牛魔王はヘタリウシになった。おそらくはホニャララ太郎、これあれかな、スタミナ太郎じゃねえな、焼肉太郎じゃねえのいやそれ地元だから。あ、そうか、そう、七宝町に焼肉太郎あるよ言っちゃいけないこれ、買い取られていくのであろう。あららら、美味しくいただかれました。夫の様子を見ていたラスツニオは振り返りながら逃げていた橋本アンナちゃんの慣れの果てしかし元ファンの神々は現実に耐えられず、彼女を潮の柱に変えてしまったあー、さあもう天竺だ、もうさっさと行こう。おお、なんかありがてえぞ。様々な羅漢や仏に迎え入れられ、全員がブッダの前に揃った。何時らのことより前に行っておこう。ブッダは経典の蔵を指さした。大蔵経は、あ、違うな、大蔵経だね。ありがてえお経ですよ。大蔵経は出費が痛すぎるが、赤棒で塔に送っておいた。引っ越しの赤棒のこと？おごそかに言う。ちょっと赤棒出てきておごそかじゃなくなっちゃったよ。現状よ。何時は転生前は我が弟子だったが、罪あって下界に落とされた。悟空は嫌な顔で言った。なんか言うなこいつ。私が眠ってると思って、母子ならぬ、母息子を毎晩親子どんぶりしてます。黙れ、ちょっと。え？よって、現状を、仏に加える？なんかスルーしたぞ。悟空、口止め料として、お前も仏に加える。口止め？じゃあ本当なんかい？ああ、ありがとう。っていうかもう、ブッダの意向すげえな。イベリコのママは、天竺に店を構えてよい。キューベイは、現状の妻として、修道に明け暮れるがよい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。うん。指導とかやめよう。うん。もう作者様にね、仏鉢当たりませんように。やばいな、これは。そして、馬のふりをしていた竜を指さした。お前には、玉をつけてやるゆえ、ふたなりになれ。ちょっと待って。うん、これ一応 R15 作品ですからね。え、俺は、オスですが？
違う。メスなのに自覚がなかっただけだ。ミサ、ホニャラナ、ホニャラコツ先生に謝りなさい。これ知らんな。ちょっと後から調べとくわ。ミサなんちゃらコツ先生聞いたことあるような字面でね。うん、わかんない。ごめんなさい。ふたなりになった理由は見事に天部の竜とかした。大丈夫かこれ。おっしゃ、もう互いに仏なんですから、互いの頭の輪を取り外しましょう。うん、あれは物騒だからね。もう外してあるよ。抜群の洗脳だったな。痛み分け。悟空、気がつけば現状の言う通り。あまねく主情よ。手段がいかに悪いものでも、情動をただ願うべし。ちょっと意味わからんけど、なんか、うん。ありがたい。ジ・エンド終わりました。なんかすげえな。すごすぎるよ。うん、素晴らしかった。もう短編とはね、思えぬほど、もう濃いネタの宝庫でしたね。もう、これはもう、確実におすすめできますね。自信満々は、ダメだ。なんかね、もう、ウォッチマンの歌がね、頭から離れねえわ。はい。ということで、もうこちら、R15 指定もうなずけるような作品となっておりますがね、もう非常に楽しめましたよ。それではね、また別のバカゲーでお会いしましょう。お相手は、葵でした。